はい、今回はスケーラーの解説第2弾ということで、アップデートで加わった新しい機能もいくつか交えながら実践的な使い方を解説していきたいと思います。前回はキーが決まっていてコード進行を当てはめていくというやり方でしたが、今回は思いついたメロディーに対してキーとスケールを特定し、そのスケールからコードを割り出しメロディーに当てていくという手順をお見せします。まずこちらにサンプルのメロディーがありますので一度お聴きください。このメロディーにコードを当てていきたいわけですが、現段階ではキーとスケールが分かりません。ここで活用したいのがスケーラーのディテクトという機能です。ディテクトを使用するにはまずスケーラーのトラックにメロディーのMIDIを移動させます。そしてディテクトモードに切り替えます。するとスタートボタンが表示されますのでクリックして点灯させます。この状態で一度メロディーを再生します。するとスケーラーがメロディーを読み取ってその内容が表示されていきます。読み取っている段階から下にキーの候補が挙げられていきます。一旦メロディーを最後まで流してみましょう。これで完了しました。終わったらストップを押しミディを元のトラックに戻しておきましょう。判定されたスケールは最も考えられるのが B フラットメジャーか G マイナーということになりますが、B フラットメジャーと G マイナーは使用する音は同じなので、楽曲の雰囲気でいずれかを決定します。ヒントとなるのがこちらのスタイルです。B フラットメジャーは、ハッピー、ライト、ブライト、ポジティブとありますので、明るい曲調ということですね。G マイナーは、シリアス、サッド、エモーショナル、センチメンタルとありますので、悲しげだったり、叙情的であったりといった感じです。今回の曲は後者のようですね。G マイナーを選択しましょう。ここで先ほど読み取った音を見ていただきたいのですが、F シャープ G フラットがグレー表示になっていますね。このグレー表示は選択した G マイナースケールに含まれていないことを示しています。では、G マイナースケールは間違いなのでしょうか。他の候補を見てみましょう。その少し下に G ハーモニックマイナースケールというのがありますね。こちらを選択すると、先ほどの F シャープは青く点灯しましたが、今度は F がグレー表示となりました。どうやらこの楽曲は G マイナースケールと G ハーモニックマイナースケールが混在しているようです。F と F シャープが鍵になりますが、F の方が使用回数が多いので、とりあえずは G マイナースケールとしておきましょう。するとその下の段に G マイナースケールのダイアトニックコードが表示されます。この楽曲に対しては主にこれらのコードの中から当てはめれば良いということです。当てはめる際には画面上でクリックしてもいいのですが、前回ご紹介したバインドMIDIを使って鍵盤にアサインしてみましょう。現在のバージョンでは右端の A、B、C と書かれてあるところをクリックして点灯させると、そのゾーンのバインドMIDIが有効になります。使用する範囲は右上のバインドMIDIと書かれてあるところのプラスマイナスボタンで調整します。これでMIDI鍵盤で簡単にコードを鳴らせるようになりました。さて、いろいろと試した結果、この進行がマッチしそうだということが分かりました。しかし、なんとなく普通で面白みがないように感じますね。そこで活用したいのがスタイルです。現在トライアドと書かれていますが、この左右矢印をクリックすることでセブンスやテンションを加えることができます。この際もちゃんとスケールが考慮されていますので安心です。一つ一つ切り替えていってもいいのですが、こちらのリセットと書かれてあるところの左右矢印をクリックすると、全体を一気に切り替えることもできます。今回はとりあえず全てセブンスにしてみましょう。もう一度楽曲に合わせてコードを鳴らしてみると、このようにさっきより格段におしゃれな雰囲気になりましたね。ある程度コードのめどがついてきたら、一番下の空きスロットにコードを割り当てていきましょう。この際、個別にオクターブの調整なども行うといいでしょう。
ここでもう少しコードの可能性を探ってみたいと思います。例えば2番目の F7th コードバリエーションを見てみましょう。 F の様々なバリエーションが表示されました。F6-9th が気に入りましたので、F7th のところにドラッグ&ドロップし、入れ替えます。B-flat major 7th も他にいいものがないか探ってみましょう。B-flat 6が良さそうです。次は最初のメロディーに近い入り方なので E-flat major 7th でいいでしょう。この際 Mac ならオプション、Windows なら Alt を押しながらドラッグ&ドロップするとコピーすることができます。次は問題の F シャープが出てくるところですね。当然ながら F7th ではありません。そこでスケールを G ハーモニックマイナーに切り替えましょう。これは現在指定している 7th のスタイルを維持するかどうかを聞いていますので、とりあえず Yes としておきます。F シャープのところを見ると F シャープディミニッシュセブンスとなっていますね。これを当ててみましょう。雰囲気は良さそうですね。このコードもバリエーションを探ってみます。F シャープディミニッシュシャープ5が良さそうです。ここまでをメロディーと合わせてみましょう。いい感じですね。ここでスケールは G マイナーに戻しておきます。その次は G マイナーセブンスが合いそうなのでコピーします。流れからいくと次も G マイナーセブンスなのですが、その次につなげるにあたって少し浮遊感が欲しいと思いました。 Gm7th はこの響きですが、ルートを半音上げるといい感じになりそうです。しかしこのコードが何という名前か分かりません。コードネームはこの部分で確認することもできますが、ここからドラッグ&ドロップすることはできません。そこで使用したいのがクリエイトボタンです。こちらをクリックすると、コードの構成音を入力する画面になります。この入力は鍵盤をクリックすることで行います。そうすると中央の箱にコードネームが入りますので、ここからドラッグ&ドロップできるようになります。バックで戻ります。もう一度メロディーに合わせてみましょう。良さそうですね。ここからの展開は前半と似通っていますので、入力したコードを一気にコピーしましょう。 Mac ならコマンド、 Windows ならコントロールを押しながら全てのコードをクリックし複数選択します。この状態で Mac ならオプション、 Windows なら Alt キーを押しながらドラッグ、2番のところに持っていきます。2番の空きスロットが表示されますので、ここにドロップしましょう。後半に合わせてみます。最後はセブンスではなく G マイナーが良さそうですね。連続させて終わらせます。コード進行が決まったら DAW に反映させましょう。右のドラッグミディからコード進行すべてをドラッグ&ドロップできるのですが、このままやってしまうと半分の長さで終わってしまいました。この場合一つ一つのコードの長さが短いということなので、こちらの音符マークで切り替えます。現在は四分音符になっていますので二分音符に切り替えましょう。これでドラッグ&ドロップするとこのように曲の長さにきちんと合いました。全体を流して確認します。バッチリですね。ちなみに逆のアプローチ、
コード進行は分かっていて、キーやスケールが分からない場合、あるいはコードネームが分からない場合、進行をベースにディテクトを行うことができます。メロディーの時と同様に、コード進行のMIDIをスケーラーのトラックに移し、ディテクトのスタートボタンをクリックして点灯させます。この状態で再生すると、このようにコードが分析され、コードネームが並んでいきます。キーとスケールについては E フラット始まりのため E フラットリディアンモードがトップに来ていますが、楽曲の雰囲気、また終わりのコードが G マイナーであることから考えても、やはり G マイナーという結論に落ち着けるはずです。これで選択されたスケールをベースにメロディー作りを行うことができます。メロディーを考える際にはスケールロックボタンを活用するといいでしょう。オンにするとどの鍵盤を押してもスケールの音のみが発音されるようになります。さらにその隣のアイコンをクリックし、ホワイトキーズオンリーに切り替えると、発鍵のみでスケールを演奏するモードになります。このモードではスケールの始まりの音がどの位置に来ます。G マイナーの場合、ドを押すとその音が出るという仕組みです。その点だけ注意しておけば、黒鍵の多い厄介なスケールでも、発鍵だけでメロディーを考えることができます。もちろん、MIDI インプットをスケーラーとした状態でレコーディングを行えば、発鍵しか弾きませんでしたが、MIDI データはきちんと G マイナーのスケールに変換されています。最後にもう一つ付け加えておきたいのが、フレットボード表示です。鍵盤表示の左に鍵盤とギターのアイコンが並んでいて、今は鍵盤が青く点灯していますね。ギターの方をクリックして点灯させると、鍵盤表示がギターのフレットボード表示に切り替わります。このフレットボード表示では、現在選択しているスケールに含まれる音が青色で表示され、それ以外はグレーアウトしています。これを見ながらギターでリードフレーズなどを考えれば、音を外すことはないわけです。鍵盤で考えたメロディーをギターで弾きたいという場合は、メロディーのMIDIをスケーラーのトラックに移し再生します。このようにどの弦、どのフレットを押さえればいいか表示してくれます。複数表示される場合もありますが、その際は最も運指しやすい流れを採用していけばいいでしょう。またコード部分にカーソルを重ねると、その構成音がフレット上で強調表示されます。明るい色が現在のボイシングに含まれる音、暗い色がそれ以外ということになります。無理に鍵盤のボイシングに合わせることもありませんので、運指上無理のないポジション、あるいは使いたい高さを探してギターで押さえればよいでしょう。以上、このようにスケーラーは、コードの知識が乏しかったり、鍵盤演奏が苦手という方にとって、非常に心強い味方となります。ご興味を持たれた方は、ぜひ作曲時に活用してみてください。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。